皆さんおはようございます。本日大変忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございます。そして私の方からですね、あの最初にですね、あの弊社の全体の技術戦略と、でその中で、えー、本日我々がご紹介させていただく技術にの位置づけを簡単にご紹介させていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> まあこちらで書いてるようにですねあの世界初量子、C、と HPC のハイブリッド計算を実現する技術を開発とえ皆さんご存知のとおり HPC と量子いいも考え方が全然違いますしいいそこを動かすアルゴリズムとかソフトウェアとかもうかなり違いますまあハードウェアももちろん違いますしででもエンデユーザーから見てですねあの 下に何を動いてるか別にそこまでそんな関心を持ってないと思うのでエンディーザルか持ってる興味かですね持ってる課題がより早くよりローコーストでより正しい答えを欲しいとえそういう目的をですねえお客様の目的を答えるために我々がこの技術をチャレンジしてきましたと両親と HPC を一緒に動かすことで正直申し上げると Uh, まあ一年前から我々がチャレンジしてきましたが、最初にこのことをやると思っているときはですね、私はかなりうちの研究所に無理なお願いしたかなと,と思いました。Uh, でもまああの弊社の研究所はかなり頑張っていただいて、で今日のあ発表まで、えー、我々がまああ,あのでできることになりましたとで。ちょっと次のページにお願いします。まああの改めてご紹介させていただきますけど。 弊社として、UMAS ブランドの中でもあの5つのテクノロジー、5テクノロジーを支えていくと、コンピューティング、ネットワーク、アーティフィシャルインテリジェンス、セキュリティ、コンバージングテクノロジー。この5つの技術を、う、え、ち、ーまあの社長、時田がよく申し上げるように、お客様の DX の最大にパートナーになりたいと、まあ、そのために必要な技術を持っていますし、さ、え、ら、ー、にそういう一歩を踏んで、 お客様がサスティナビリティを世界、サスティナビリティの世界を迎えるために、やはりそのために DX が必要と。で、当然ながら、この5つの技術をさらに重要になってくるんじゃないかなと思っています。で、もう一つは僕は前回もう皆さんに申し上げたように、弊社としてトップ、世界のナンバーワンかナンバーツーの技術をチャレンジしていくと。 まあそういうチャレンジを我々がずっとしてきましたので、えー、まあ今日の発表もそのまあチャレンジの続きとしてえ皆さんに紹介したいかなと思っております。はい、次のページお願いしますさっき申し上げたようにですねあの弊社としてずっとまあ今年もいろいろ新しい技術を発表しました当然世界一の一番早い、えー、量子シミュレーター。 もともとそこはもう3 6ビットの量子シミュレーターを発表しましたし、その後はまあコンピューターズサービス4月に発表しました。で、量子コンピューターの発表も、これ、李健さんとも一緒に我々がもう来年6 4ビットの量子コンピューターをもう出していくと。で、富士通も中、ここは2月にですね、アームベースの消費電力を目指して、 データセンターのチップとして出していくとまあ、世界のもう最新技術をチャレンジしていくと今 2nm の技術を我々がまさにチャレンジ最中ですとで、そして先日も39ビットの量子シミュレートもさらに我々が発表しましたで、そこの続きとして本日はあのコンピューティングワークノールブローカルを紹介させていただきたいと思っています でここはコンピューティング・ワークロード・ブローカーのことは、申し上げたーリオシ、ね・あの量子コンピューター、そしてリオシ・インスパイル・リオシ・量子シミュレーター、あるいは、デジタル・アニーラで、そして、弊社の得意 HPC。ここをですね、一緒に、ワンセットで、動かすとで、お客様が、あ下にどんな、コンピューティング・パワーを動いてるか、別に無意識で、使えるようなプラットフォームをうちが目指してますと。 そうするとお客様が持ってる興味がですね一般的にまあ皆さんも金融業界の方とか製造業界の方が別にコンピューターサイエンティストコンピューター専門じゃないので毎回毎回これで量子がいいかこれ HPC がいいかこれ量子ライクシミュレーションがいいかあんまり無意識でもうこれ使えるようなプラットフォームになるとでラらがもう,考えもう考えていただきたいのはあのより早くより安く正しい答えを 一番正しい答えをこのプラットフォームを使って出せるんじゃないかなというふうに我々あそういうニーズを答えるためにこの技術を発表したいかなと思っております。うんはい、次のページでお願いしますであのもう自動化されてますので,で量子 HPC アルゴリズムを自動的に組み合わせて調整する機能を世界で初めて開発しましたと。 でここの、まあ、今回のターゲットはですねこれどんどん、まあ、あの拡大したいかなと思ってますけど材料開発にも量子化学計算の,の領域ですねで今後量子、まあ、実機の開発と合わせてですねこの技術をもう幅広く展開する予定でございます。 でこれからですねあの、まあ、お客様の継続的な投資のサポートは弊社として、えーまあ、冒頭申し上げたとおり確実にイノベーションを起こしていくとで世界のトップ技術をチャレンジしていくとで富士通として、まあ、テクノロジーカンパニーですので、えー、テクノロジーのイノベーションが我々として今後の成長の鍵もなりますし、まあ、そのためにですね弊社としてさまざまな技術に今後も投資していきたいかなと思っております。はい じゃあ、本日の技術に関してはですね、これからも商社、あの詳細に入りたいと思ってます。それ,それでは、中島さん、よろしくお願いします。はい。それでは、私の方から、開発技術について説明させていただきます。では、あの技術について説明させていただきます。 今回開発しました技術は量子と hpc のハイブリッド計算に関するものでありますがそもそも量子コンピューターは現在のコンピューターでは原理的に高精度高速な計算が困難な問題を解決することが期待されているものになりますその中でも特に量子化学計算これは応用の可能性が最も高いと期待されている領域であり <laughs> 例えば新しい材料や新薬の開発 ゼロエミッション達成に向けた新たな化学プロセスの発見といった応用の可能性が期待されている領域になりますですのでまず我々はこの領域をターゲットといしましたそれではこれ量子化学計算についてご説明いたします量子化学計算とは原子や電子の振る舞いを計算することで分子構造材料の性質反応性を分析するシミュレーションになります例えば左の図にありますように 各原子間の距離や角度を算出しどんな形や角度につながっている分子であるかを分析したりあるいは右の図にありますようにどの程度のエネルギーを与えれば化学結合の分があの外れてあ新たな化学反応が生まれるかといったところの反応性の分析を行ったりするのに用いられますこの量子化学計算を用いて分子構造や材料の性質反応性を分析していきますがこの分析をしていくためには 実はその様々な原子間距離といったパラメータに対応したシシミュレーションを行っていく必要がありますしかし一つのシミュレーションでは例えば一つの原子間距離といったパラメータに対応したエネルギー値を算出することしかできませんのでこちらの図に示しますように実際には特性を分析するためには多数のパラメータに対するシミュレーションを何度も繰り返して実行していく必要があります。 この量子化学計算には大きく1つ目の課題はアルゴリズムの選択です今こちらの図に示しておりますように例えば、えー、量子化学のアルゴリズムには HPC 向けのアルゴリズムや量子向けのアルゴリズムといったものがございますただここで示しておりますようにその計算結果の精度は利用するアルゴリズムやあるいはターゲットする分子の種類によってさまざま変わりますですのでどのアルゴリズムを用いたらいいかということは、えー、量子化学の熟練者 が経験やあるいは過去の文献などから選択しているというのが現状であります2つ目の課題は時間推定になります先ほど説明しましたように量子化学のシミュレーションで実際の特性を分析するためにはいくつものシミュレーションを実行する必要がありますただこのそれぞれのシミュレーションの実行時間をあらかじめ推定することは非常に困難です ところが実際にはある限られた時間例えば翌朝までにシミュレーションを完了させたいといったリクエアメントがあるわけですけれども、えっと、その範囲内でじゃあできるかどうかというと一つ一つのシミュレーションの時間を推定するのが困難ですので全体の時間を予測するのも困難です。ですので限られた時間やあるるいいはは予算のの範囲内でベストな結果を得るというのは非常にに困難になりますそこでこれらの課題を解決,する解決するために2つの技術を開発いたしました。 1一つ目は量子 HPC アルゴリズムの精度判別技術です。この技術は HPC アルゴリズムの限界がどの程度あたりにあるのかを自動判別する技術になります。2つ目の技術は量子化学計算の時間推定技術です。これまで困難であった量子化学計算の計算量推定を独自 AI により実現いたします。これらの技術によりユーザーが求める時間や予算の範囲内でベストな計算結果を取得可能にしました。 それら以降、具体的にそれぞれの技術について説明させていただきます。一つ目は量子 HPC アルゴリズムの精度判別技術です。エネルギーを高精度に計算するためには、その物理現象を適切なアルゴリズムで表現する必要があります。現象を適切に表現できていない場合には、誤差が大きくなり、収束、算出処理の収束性と大きく影響いたします。 具体的に次のスライドでアニメーションを使って説明いたします現象が適切なアルゴリズムで表現されている場合には今こちらで示していますように正しい解へ素早く収束していきます一方で現象を正しく表現できていない場合にはなかなか正しい解収束していきませんし結果として間違った解に収束してしまうこともありますこのような収束性のパターンの違いから正しい計算ができているかを判定していきます この収束性を分析することによってこのアルゴリズムが収束するかどうかといったところをうまく見てどこの計算まで HPC のアルゴリズムでできるかといった限界点を推測することが可能になります。こちらの図に示しますように例えばこちらの点を分析いたしますと収束性のパターンから計算精度が低いと判断し自動的に時間はかかるが精度が高いアルゴリズムへ切り替えていきます。 こうすることで最適なアルゴリズムを自動的に選ぶことができますので専門的な知識がなくても高い精度で計算を行うことができます次に量子化学計算の時間推定技術についてご説明いたします量子化学計算は今こちらのアニメーションで示しておりますように何度も繰り返しを行って更新を行うような反復計算を行っていきます この反復回数を例えばプロットすると今右側の図に見えているようなところにプロットすることができます。A とは違う問題 B を解く場合においても同様に繰り返しを行っていきます。ただこの繰り返し回数は A とは違う問題ですと基本的には異なるものになります。さらに言うと同じ A と同じ問題であったとしてもその計算の初期値であるとか。 あるいはその計算システムの精度の特性といったものによって繰り返し回数が少しずれるということはあります。このように実行環境によっても時間は変わりますし繰り返し回数は同じ問題であっても実行ごとに異なることになりますので時間推定を過ぎて行うということは非常に困難なものになります。そこで我々は富士通独自の適応型、AI、技術と 量子化学計算の特性を組み合わせて時間推定を可能にする技術を開発いたしました実際に時間推定を行っていく際には量子化学のシミュレーションにかかった時間データをもに推測していきます例えば一つのデータがある場合には今このように予測をすることができております でデータを加えていきますと、徐々に予測の値というのは正しいものになっていきますし、その予測の範囲もある程度限られた範囲に絞っていくことができます。このようにデータを取得しながら、えー、予測、えー、予測と発生し得る範囲を推定していきます。で、このように予測していくわけですが、えー、気をつけなければいけないのは、<laughs> 今、 こちらの紫の点で示したように推定をした範囲を外れたケースが実際起こってしまうと全体のシミュレーション時間の推定といったところに対して大きなえとエラーを引き起こしてしまいますのでこれを防いでいく必要がありますこのためにリスクを測定してこの予測範囲をうまく補正していきますこのような適用型 AI によりエラーが起きないように範囲を推定していきます 具体的には今こちらのアニメーションに示していますように1つの点が加わったところでリスクを測定し範囲を補正していきます。このように状況ごとに対応したロバストな時間推定モデルを獲得していきます。先ほど説明しました精度判別技術と時間推定技術を用いることで 例えばあのユーザーの要望である翌朝までに計算を完了させたいといった要望に基づいてこれを満たすような量子と HPC の計算をうまく振り分けていきます。このようにすることによってコンピューティングワークロードブローカーは時間や予算の範囲内で適切なジョブを投入してベストな結果を出力します。この技術は9月末に 3月に発表した 36, ビットの36量子ビットのシミュレーターを9月末までに39ビットに拡大しておりましてこの大規模な環境を用いて技術検証をこれから本格的に進めていきますそれでは今説明しました技術の動作イメージを動画でご紹介したいと思います。 こちらの画面にありますエスティメイテッドタイムと書いてあるところは、えー、実際にこの量子化学のシミュレーションを全体をやるとどの程度時間がかかるかというのを見積もった、えー、予測値になります今精度は最も高いところにセットしていますこの380分が長すぎるという場合にはこの、えー、精度を、えー、少し調整しまして、えー、少し精度は下がるんだけれども時間を短くするといったところを推定していくことができます この推定された時間を見てユーザーはどの程度の時間で完了させたいかというのを設定していきますでここであの具体的に何か設定をした後で実際の実行に移っていきます次の動画で実行のイメージをお示しいたします実際に実行しますと最初初初期化のプロセスが走っていきます そしてそのうち HPC と量子のアルゴリズムではそれぞれどういう距離のポイントを取るかといったことを算出いたしましてこれに基づいて今後計算をやっていきます。今回の例では量子計算はシミュレーター上で実行しますので39量子ビットレス512ノードこれを今起動しているところになります。 そして実際にここから量子シミュレーションの計算で実際のシミュレーションの値エネルギーの値を求めていくということになります。この時間は少し時間かかりますのでここまでで割愛してその結果がどうなるかをお示ししたいと思います。こちらがシミュレーションの結果になります。まず見ていいたただきたいのは HPC のアルゴリズムと量子のアルゴリズムを自動的にうまく組み合わせてエネルギー値を求めることができていますそして左の図は精度を優先した場合。 右の図は時間をできるだけ短くしたて解いた場合を見示していますが時間を優先した場合でもその限られた時間の範囲内でできるだけ高い精度を保とうとしていますですので時間優先の場合は多少えっと実際の値からはずれてはいるんですけれどもある程度の範囲内できちんと計算することができていますこのように両者のアナログズムを組み合わせてベストなシミュレーション結果を算出します それから実際の実行時間と予測時間の関係を示したのがこちらの表になりますこの表をご覧になっていただきますと分かりますように実際の計算時間は予測時間の範囲内に収まっていますですので、えー、ユーザーの要望に合わせて計算をうまく選択することができていることが分かりますこのように提示された時間の範囲内でベストのシミュレーション結果を算出いたします最後に 今回開発しましたコンピューティングワークロードブローカーは量子と HPC の計算を最適に組み合わせて提供することができます。ですのでこれまで主に HPC を中心に投資してきたコンピューティング基盤はそのまま最大限活用していくことができますし 今後量子コンピューターが本格的に出てきた場合に、その量子をどうやって投資していくかというのがあると思うんですけれども、量子と HPC がどのような計算資源のバランスになっていたとしても、その状況に合わせて最適なコンピューティングをこのコンピューティングマクロードブローカーが提供することができます。このようにこの技術はお客様の継続的な投資をサポートしていくことができます。以上で説明を終わります。